回 -16C ファイティングファルコン回 -16 に関連する作品の一覧は、アメリカ合衆国のジェネラルダイナミクス社が開発した戦闘機回 -16 ファイティングファルコン及び、その試作戦闘機である回 -16XL をはじめとする系列機に関連する作品の一覧である。X メンに主人公たちを追って緊急発進するが、ミュータントのストームが、 自らの能力で発生させた竜巻に巻き込まれ墜落し、パイロットが脱出前に主人公達の乗る航空機に AIM-9 サイドワインダーを発射するアイアンイーグル訓練生の主人公が父親を救出するためにアメリカ空軍から盗み出す。作中でアメリカ政府は捕虜の存在はなかったことにしたを理由に米空軍の協力が得られなかったため、 この作品のスタッフが制作していたマニア向けのイスラエル空軍を題材としたドキュメンタリービデオから空戦シーンを流用したため実際に登場する機体はイスラエル仕様のネッツである。また敵のミグ -21 フィッシュベッドはイスラエル空軍の協力で国籍マークを変更したクフィルが使用された。このシリーズ以降の作品では一部を除きイスラエル空軍が制作に協力している。 メタルブルー、アイアンイーグルの続編、中東亡国の強国に位置するミサイル要塞を、米ソ共同の戦闘機体で叩く。前作に続き、イスラエル空軍のネッツが、アメリカ空軍規約で登場。なお、米空軍との合同で、ミサイル要塞破壊作戦に参加するソ連空軍の、ミグ -29 ファルクラム役は、同じく、イスラエル空軍所属の海マイナス4。 イーハントム2戦闘機が演じた、イーグルアイ無断発進した9、M9-9 リーパー音撃追すべく攻撃を行おうとするが、M9-9 を制御していた人工知能アリアによって、パイロットが強制的にイジェクションシートで飛ばされてしまう。インデペンデンスデーエイリアンの攻撃によって、地上で破壊される、怪獣大決戦ヤンガリー米空軍のイーグル。 戦隊所属機として登場。市街地に出現したヤンガリーを機銃及びサイドワインダーなどのミサイルで攻撃するが、ヤンガリーが発した磁場によってミサイルの誘導を狂わされたほか、命中した攻撃も通じずに終わる。最終的には9機が撃墜された後に、ヤンガリーの敵対性が失われたため攻撃中止を命じられる。ゴジラシリーズ、ゴジラ劇中には登場しないが、 宣伝ポスターの中にはゴジラを攻撃する日の丸をつけたス -16 とサンダーバーズ仕様の F-16 が描かれているものがある。ゴジラ VS メカゴジラ国連 G4 ス空軍機として架空の派生型である回 -16 カイが登場。FSX 支援戦闘機を参考に開発されており、胴体下部にカナード翼を装備している。京都へ向かうゴジラを メーサー戦車隊などからなる g ー,ース陸軍部隊と連携して鈴鹿山脈で迎撃するが2機が撃墜される損害を出した後に突破されている大海獣東京に現あるアメリカ軍機及び韓国空軍機が登場しており冒頭ではサンダーバーズ所属機がエアショーで極技飛行を披露その後は米軍機が長野県付近で第一の怪獣を空爆し 怪獣に対する東アジア三国共同義勇戦線に参加した韓国空軍機が手具基地から第一の怪獣がいる福井県へと向かっているデビルスフライトウォーバーズに天空をかける無敵の F-16 回 -16 自らを神と信じる青年パイロットが軍に対して反乱を起こすことを企て核兵器を空フィルに搭載し闘争を試みる そして、教官のベテランパイロットが F-16 に登場し、決死の空戦に挑む。劇中では、イスラエル空軍仕様の機体が登場。核攻撃を阻止するために、海 -16 と戦闘を繰り広げるが、体調機以外あっさりと撃墜されてしまう。トータルフィアーズ、ロシア連邦軍の津 -22、m バックファイアによる空母攻撃の報復として、ロシア空軍基地を爆撃する。 トランスフォーマー終盤にて、基地から出撃する様子が映っているが、戦闘には参加していない。トランスフォーマー、リベンジ終盤にてディセプティコンを攻撃するため、エジプトへと出撃。B-1B ランサーなどと共に、ディセプティコンに対し、ジェイダムを投下する。トランスフォーマー、最後の基地を、白夜次世代戦闘機として登場。主人公らが、テスト飛行中に登場するが、 エンジン不良を起こし墜落してしまう。米空軍仕様。ブルーサンダー主人公の乗るブルーサンダーと空軍周兵所属機が市街地で空中戦を行う。ブルーサンダーは改造機を飛行させているが、海マイナス16は長谷川の市販プラモデルをベースにしたミニチュアで撮影されたメタルウィング主人公たちの蒸気として登場。 敵戦闘機と交戦するも敵前逃亡した末に墜落してしまう。24-24- 24シーズン6にて無人偵察機を撃墜する際に緊急発進したということになっているが名前だけで登場はしていない。ウルトラシリーズウルトラマン80第14話にユム所属機として登場。伊藤チーフがヨーロッパエリアから極東エリアに転任する際に登場し、 その最中に、ザルドンのテレポート降臨にとらわれてレポーテーションして、しまうも、マッハニでの垂直降下により、難を逃れる。その後の飛行訓練の際にも、伊藤チーフが登場するが、第十五話以降は、伊藤チーフの蒸気がエースフライヤーに移るため、登場しない。ウルトラマンになりたかった男劇中で撮影が行われている映画、オールウルトラマン VS 怪獣軍団の撮影現場にて、 創演される模型として登場。オールウルトラマン VS 怪獣軍団の劇中では、ボスドン率いる怪獣軍団を攻撃し、うち一機はバルタン星人に撃墜されている。地球防衛少女、イコちゃん地球防衛隊 LTDT の戦闘機として、ス -16 を元にした架空機、LTDT ガードが登場。主翼と尾翼の形状が原型となったス -16 と異なる。 市街地に出現したペンタザウルスを攻撃するが、全機撃墜される。その後は新たに、ピックカトラーが配備されるため、登場しない。また、続編、地球防衛少女、イコチャンギルンらの秘密でも主人公である菅川イコ、隊員が訓練の際に登場しているが、前作の機体とは水平尾翼の形状に差異がある。イーグルドライバー航空自衛隊臨時教官で、 アメリカ空軍女性パイロットのエシーモノグラム少尉の上記として登場する。ウルホシやツラメンドーカの施設軍隊の戦闘機として複数回登場。うちテレビアニメ第156話では、メン、同僚子の指揮のもとに30機が水の工事や攻撃に向かい、水の工事や防空部と交戦する。OVA、ヤギさんとチーズでは巨大化した、幽霊ヤギを、 ミサイル攻撃するも通じず全滅。映画、ウル星やツライツだって、マイダーリンではラムラを援護すべくるピカの宇宙船に攻撃を仕掛けている。機動警察、パトレイバー初期 OVA シリーズ第6話に登場。主翼に日の丸を描いた機体が、那覇空港上空を変態飛行している。機動警察、パトレイバーにザムービーステルス成向場。水力変更ノズル装備などの改造を施した。 アメリカ空軍所属の架空機、海 -16、カイ、ナイトファルコンが作品冒頭にて、横浜ベイブリッジを空対地ミサイルで爆撃、破壊する。また、本作の制作当時にはまだ名称選定中であった、FSX が、三沢基地第8飛行隊所属の F-16、J として登場する。ギルティクラウン第21話に、国連軍機として登場。 24区沖に展開した国連軍艦隊の空母に関西されていたが8日見果てのボイドによる攻撃を受けて空母ごと破壊される戦え超ロボット生命体トランスフォーマーサイバトロンエアーボット航空戦略化スカイライブが変形する長時空要塞マクロス・ザ・ファースト統合軍所属機として登場しており劇中では早瀬徹トールがいる南アタリア島航空管制室の 完成レーダーの中で VF-0 フェニックスや VF-1 バルキリーへの置き換えが進む中多数の機影の中に回 -16 の機影が存在しているトランスフォーマー超新マスターホースデストロンゴッドマスターの一人バスターのトランステクターとして登場ナル・タル竜の子タラスクを捕殺するアメリカ軍部隊の一つとして登場クラスター爆弾での爆撃を行うが竜の子 マギナデンタータにより、シーカーを潰され、クラスター爆弾が無力化し、数機が撃墜された。魔法使い、対、OVA 版、第1話、アバンタイトルに登場。複数機が、ス -22 ラプターと共に、宇宙から降下してくる、釣り金を攻撃するも通用せず、パイロットを強制脱出させた後に消滅させられている。勇者王がオンガイガー第22話に登場。 厚木基地で開かれた航空ショーでアクロバット飛行を披露している。アリエル第11巻に登場。シーバイ実験航空団が保有する CCVCO の F-16 がシーバイの格納庫内に中期されている。機動傭兵第1巻、衛星基地撃破では、ハスミ大佐の連絡機として登場。第4巻、PC 弾頭撃墜では、 b c 弾頭撃墜用に ASAT を装備した海 -16 を、ハスミ大佐が操縦する。中国完全包囲作戦アメリカ空軍の F-16E 海が登場し、航軍対空部隊に対してジャミングを仕掛けるほか、空対地ミサイルを発射した後に、MLRS 用の誘導レーザーの照射を行う。ネオゼロ北朝鮮の核施設爆撃を終えて帰還するネオゼロと、 米空軍の3機の F-16 が日本海で空中戦を行うネオゼロのサイドワインダー改め空対空ミサイルによって将軍の乗っていた海 -16 が撃墜されるも残りの2機によってネオゼロを撃墜する要塞シリーズ第一作ニセコ要塞1986では IBM 空軍の戦闘機として海 -16XL をモデルとした 海 16G という架空機が登場。自作の戸和田要塞1991でも同様に IBM 空軍機として登場する。要請作戦第3艦カーニバルナイトに三沢基地所属の F-16G が登場。SCF に機体のみ徴用され、SCF が編成したミレニアムファルコン隊の蒸気として国立市で行われるカーニバルナイト作戦に参加。 私立探偵、平沢千明が乗る、目163バイトコメートと交戦する。回、A 回 -16 アフティがプレイヤー機として使用可能、ファルコン4.0回 -16 のフライトシミュレーション。本格的に遊ぼうとすると、実機の知識がかなり必要になる。ジャストコーズに、回 -33 ドレアガンフライジェットファイターの、 名称で本機とスマイナス34フルバックが混ざった外見の戦闘機が登場する。ロックオン、モダンエアーコンバット各種現代ジェット戦闘機、攻撃機が登場する。コンバットフライトシミュレーション。プレイヤー操縦機体ではないが、回マイナス 16A を呼び C が、AI 専用機体として登場し、プレイヤーの遊軍機あるいは敵軍機として、戦闘に参加可能。 デジタルコンバットシミュレーター、ロックオン、モダンエアーコンバットの続編にあたる最新のコンバットフライトシミュレーションで、有料機体アドオンモジュール DC、DCS、ス -16C バイパーの追加導入により、本機の操縦が可能となる、ス -16C の飛行特性、コックピットと並走の操作を忠実に再現した、フライトシミュレーター、早期アクセス中のため未実装機能が多く、 ソラタイチ兵装は、ペーブウェイヨの属誘導兵器が未実装となっている。また、F-16C が AI 専用機体として登場し、プレイヤーの遊軍機あるいは敵軍機として、戦闘に参加可能。プロジェクトリアリティ近接航空支援機として、アメリカ軍とオランダ軍に、海 -16C、イスラエル国防軍海 -16C バラックが、登場する。装備は、アン。 あれ -50 チャフフレア、M6120mm バルカン、AIM-9 サイドワインダー、短距離空対空ミサイル、AIM-120 アンロム指定外、射程空対空ミサイル、マーク、81-250ポンド爆弾、ウォーゲームレッドドラゴン NATO 陣営の NATO デッキ、アメリカ軍デッキで使用可能な航空機として登場する。NATO デッキには、 回 -16A ブロック15が、アメリカ軍デッキには、回 -16A 回 -16C 回 -16C ブロック52が登場する。ワールドインコンフリクト、アメリカ軍の兵器として登場。航空支援を要請した時のみ出現する。エースコンバットシリーズ、エースコンバット敵機及び時期として登場する。エースコンバットゼロ苦労ロ隊の PJ が登場。さらに敵戦闘機部隊である。 ツイルバー隊の隊員が4機の塗装の異なる回1 6 c を、ウィザード隊の隊員が4機の塗装の異なる回 -16XL をそれぞれ使用している。エースコンバット 6DLC 特殊カラーとして、味方部隊である、ウィンドホバー隊、使用、エースコンバット0の味方パイロットである、PJ 使用、エースコンバット2のスカーフェイス隊使用、エースコンバット2の使用を再現したもの。 エースコンバット後のラーズグリーズ対使用、アイドルマスターの二見まみが描かれた機体が配信されている。まみ使用機には、一度ロール操作をすると、他の操作をするまでロールが止まらなくなるが、ロール中は、コード変化しないという特徴が、エースコンバット2使用機には、特殊兵装が装備できないという特徴がそれぞれ存在する。エースコンバット、エースコンバット6に登場した。 二見マミの F-16 が、マミの姿を、アイドルマスター2以降のものに、改めて限定配信された。エースコンバット6のマミ使用機に存在した、一度ロール操作を、すると、他の操作を入力するまでロールが止まらないという強い、癖がなくなったが、代わりに旋回中横滑りする。エースコンバット7オーシア国防空軍と、エルジア空軍の戦闘機、時期として登場する。スキンには、 現実における試作機時代のカラーリングが使用可能。外貨の合法エアランドフォース日本を占拠したアメリカ海軍の機体として登場。プレイヤーも購入して使用できる。グランドセフトオートシリーズ GT s a 本機と AV-8B ハリアー2をモデルにした戦闘機がハイドラの名称で登場する G タブ本機と k -35 ライトニング2をモデルにした戦闘機が P-996 レーザーの名称で登場する。ジャストコーズ 3U-7 ドラベックという名称で登場する。機種周りはカイ -16 だが、全体的な形状はカイ A-18 ホーネットに近い。投下爆弾のほか、ロケットポッタを使用できる。スカイターゲットカイ -16C がプレイヤー機として使用可能。 ストリートファイター2アメリカ空軍パイロットの軍人ファイターガエルーイル少佐の相機。彼のホームステージでは背景に中期中の F-16 が確認できる大戦略シリーズアメリカ陸空軍タイプや NATO タイプなどの生産型に海 -16 が登場しプレイヤーも生産購入して使用できる1990年頃の古いバージョンでは 当時の F-16 の性能を反映して、安価だが、空対空戦闘能力が低いなどの性格付けが見られる。フィクショナルトルーパーズメカール共和国軍のランク3として使用可能、初期型のため、第二世代型サイドワインダーのみ使用可能、メタルギアソリッド物語冒頭に名前のみ登場する。米空軍がソリッドスネークを潜入させるための陽動作戦として2機を、 出撃させたが、リキッドスネークの操縦するミイナス24、D ハインド D にあっさりと撃墜される、萌え萌え大戦争現代版、イスラエル軍の鋼の乙女、ナタリーのモデルになっている、クラウンタクシー1987年、大阪府のタクシー会社、乗務員募集の CM に登場、ノーラットトラックスサンタ、アメリカ空軍の F-16 が、毎年のクリスマスイブに行われる、 アメリカ上空を飛行するサンタクロースのソリの追跡とエスコートに参加しており、機上からサンタの写真を撮影することもあるとされている。プラモデルに関しては、ブロック15の実機登場直後に製品化され実機の回収に合わせて、海110搭載機のノズルやマッキド、ブラキートの背面ハンプバックなどの部品を追加して、現在も市場で流通している長谷川の1、48や1、 72の F-16 や再現度の高さから実機のメーカー関係者を驚かせた LS-1、144の F-16XL などの古くからの定番キットや2000年前後から相次いで発売されたアカデミーやタミヤ、レベルといったメジャーな模型メーカーやキネティックのように新規参入の企業など複数の模型メーカーから期待のキットが発売されており、 CMK やアイリス、エディーワールドなどのサードパーティー製の改造キットや、他社製品からの部品の移植、イーグルストライクや、トゥーボーブスなどの別売りや自作デカールを駆使することにより、主要な形式や運営組織、ゲームやアニメ、コミックをネタにした、板戦闘機も制作可能である。完成品は、ビッティウィングスやドラゴン、プラッツなどから発売されており、よほど特殊なものやサイズ、 メーカーを希望しなければ入手は容易である。ありがとうございます。